どうも皆さんこんにちは、三浦です。昨日ですね、スナックワールド一切できなかったのはちょっと新幹線に乗って大阪に行っていたからですね。はい、スナックワールドやっていきましょう。今回は伝説の聖剣を探しに行く。ボスが強そうだね。なんかのドラゴンだこれ。よし、やっていくか。今回新しいステージだね。ずいぶんこれメルヘンな感じだな、これ。ね、あんなドラゴンが出てくる感じ全然しないんだけど。ねえねえ、さあ来ました。よし、じゃあ行こう。スーパーっていうか、俺スーパーじゃないやつ知らないよ。まず来た来た来た。さあちょっと武器はどれでいった方がいいかな、これ。あう。さあこれね、ちょっと意外と味方が結構弱いんだよね。前回の戦いでも一瞬でやられてしまったんだけど。あ、すごい、こいつ体が燃えてんじゃん。わわわわわ、ちょっと武器変えたいんだけどな。よいしょ。うわ、あ、でもいいぞ、いい感じだ。あとはちょっと武器をね、変えるだけ。武器をちょっと変えていきたい。あれ、武器どうやって変えんだっけ。あら、まあいいや、この状態で戦うか。あー、危ない。うわ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 、おい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 、よし、復活。よっしゃ、なんか変な拾ったぞ。バズーカみたいなやつ拾った。よし、ちょっと待って、ちょっとタイミング合わせてくれ、バズーカ。よっしゃ、ナイス。俺さっきのバズーカめっちゃ強かったぞ。あともうちょい。どこ行ったあいつ。いや、ここにいる。よいしょ。よいしょ。せーの。しぶてえなあいつ。あともうちょい。よいしょー、いったー、やっつけたー。さ、じゃあ出ますか。まだ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 全然いけるな。伝説の聖剣は出てきたのかな今。これが聖剣、村正カリバーか。村正カリバー、なんか日本刀っぽいね。お前ごときが私を使うというのか。あ、喋ったよ。今のって誰の声？私だ、私。私が喋っているのだ。聖剣って喋るの？うおー、聖剣すげえ。究極聖剣。ただの聖剣ではない。究極の聖剣、村正カリバーと呼べ。究極の聖剣って言わなきゃいけないんだね。ふん、
ならばカリバーさんでよい。だいぶ短くなったね、カリバーさん。あれ、カリバーさん、鞘がついたままじゃん。ねえ、かっこいい歯を見せてよ。カリバー、愚か者め、私の鞘を抜くにはまだ早い。やはり力が足りんようだな。村正カリバーの鞘を抜くには強大な力が必要なのだ。そう、私は鞘を抜くのに10年、使いこなすのに10年かかる。ちょっと大人になっちゃうじゃんそれ。俺たち急いでるんだ。だからすぐに抜けてもらわないと困る。ねえ、20年？なんか司法試験より辛いなそれ。そんなことは知らん。私を扱うのはそれほどの力が必要なのだ。あまり気は進まないが、時間がない。やむを得ん。お前たちには直ちに覚醒してもらう。直ちに覚醒？ああそうだ、奴の力を借りてな。はい、質問。奴って誰ですか？マカロマウンテンの頂上に住む闇の力を司る黒竜だ。ドラゴン、よう出てくんな。奴の闇の力を制したならば、ドラゴンナイトとしてさらに強くなる。そうすれば政権にも認められるかもしれん。それじゃミララ、その黒竜を倒しに行こう。なんか一緒に遊ぼうぜみたいなテンションで言うんだな。何度言えばわかるのだ。私を扱うには時間、どうしても時間かかってほしいんだね。もう20年かけて抜いてほしいんだな鞘。よし、そうと決まればマカロマウンテンに急ごう。お、ちょっと楽しみですね。さらにめっちゃ強くなるってことだよね。うん。じゃあちょっと次回楽しみなんですけど、今回はキリがいいのでここでおしまいにしたいなと思います。